将棋の藤井聡太竜王のプロデビュー戦は2016年12月でしたあれから5年竜王にまで駆け上がった藤井聡太竜王の数々の記録を振り返ります2016年愛知瀬戸の天才少年として知られていた藤井聡太さんが史上最年少の14歳2ヶ月でプロ入りを決めました この年の年月24日、藤井聡太さんのデビュー戦の相手は元天才少年で当時76歳と現役最年長だった加藤一二三9段でしたこのデビュー戦を白星で飾った藤井聡太さんはその後も連勝を重ねますデビュー戦から負け知らずだった2017年度プロ2年目の2017年度 デビュー戦から連勝記録を伸ばし続け、世間は一気に藤井聡太フィーバーになりました。実は、強さの原点とも言える大会がありました。2018年3月、カジュアルな姿で訪れたのは、詰将棋ナンバーワンを決める大会です。ペン回しならぬ、消し、ゴム回しで、集中力を高め、 全問正解で優勝小学校6年生の初優勝から数えて4連覇を達成しました翌年も優勝し5連覇を達成しますプロ2年目の2017年度はデビュー戦から負け知らずの29連勝で記録を塗り替え史上最年少で通算50勝を達成します 将棋大賞では最多勝利賞、特別賞、新人賞など7つの賞を受賞しました。高校生になった2018年度プロ3年目、天才中学生は高校生になりました。7段に昇段し、2018年6月の祝賀パーティーで語ったのは、タイトルへの思いです。 東海地方にタイトルをという気持ちは持っていますし、1騎士としてタイトルを目指したい気持ちも大変強い藤井聡太さん七段に昇段した2018年度は45勝8敗で勝率8割4分9厘、2年連続で勝率1位となりました。悔しい年年年にになっった2019年度プロ4年目は、藤井聡太さんにとって、 悔しい年になりました。王将戦への挑戦権をあと一歩のところで逃し、期待された最年少タイトル挑戦とはなりませんでした。この年の4月、藤井聡太さんはイベントで次のように語っていました。悔しいという気持ちを引きずっては良くないので、しっかり寝て、まずは忘れる。 負けたことは失敗ではない。それを次に行かせたらという面もある、藤井聡太それでも、プロ4年目は53勝12敗。勝率は8割1分5厘で、勝率は3年連続1位となっています。2巻、達成した2020年度プロ5年目。藤井聡太さんはついに長年の夢を叶えます。 タイトルの挑戦は目指したい。そのためには今より実力をつけることが必要だと思っています。藤井聡太さん2020年の年明けのインタビューで、タイトルにかける思いを語っていた藤井聡太さん。その言葉通り、7月には規制を獲得し、17歳11ヶ月の史上最年少でタイトルホルダーになりました。 飛躍の年年となった2020年度史上最年少で多いと規制の二冠を達成しました18歳1ヶ月での二冠達成で羽生善治さんが持っていた21歳11ヶ月の最年少記録を28年ぶりに塗り替えましたこの年は44勝8敗 勝率は8割4分6厘と4年連続の1位で、初の最優秀棋士賞も受賞しました。史上最年少で4冠となった2021年度高校を中退し、将棋に専念することになったプロ6年目、タイトルの初防衛にも成功し、18歳11か月の史上最年少で最高位の球団に昇段します。 もはや追われる立場になった藤井聡太さんの対局と同じぐらい注目を集めるようになったものが勝負飯。中でもスイーツです。名古屋のお菓子、ピヨリンは藤井聡太さんがアイスを食べたことをきっかけに連日完売の人気となりました。9月の秋田王戦で藤井聡太さんのハートを掴んだのは つぶらな瞳の芝犬がデザインされたカップケーキコロコロ芝ちゃん対局の度に藤井聡太さんの注文したおやつが注目されるようになりました2021年度多いと規制を防衛した後ラ王を獲得しました11月にはタイトルの中でも名人と並んで別格とされる竜王もダッシュして 史上最年少で四冠を達成しました。さらに、今後の結果次第では、年度内に王将を含めた五冠達成の可能性もあります。2022年も、藤井聡太竜王の活躍から目が離せません。